どうも、しゅうたろうでーす。どうも、しゅうたろうでーす。よーし、早速ですが、今回の企画を発表したいと思います。今日の企画は理系マジック、この後どうなる。イエーイ。まあ、とりあえずね、帰ってきてね、ここに、ね、まずこういう企画からいかないとダメです、ね、確かに。皆さん、ナショナルジオグラフィックっていう番組ご存知ですか？ナショナルジオグラフィックはですね、アメリカで発売されている雑誌なんですけども、はい、YouTube チャンネルを開いておりまして、まあシリーズというかありまして、はいはいはい、バカ学っていうのをテーマに。バカ学、はい、それでもあれですね。バカと科学。あ、はいはい、でも英語にしたら、あ、確かに。どうなんですかね。確かに、ミスターマリックも、シュピットサイエンス。ミスターマリックも、マジックとトリックの重ね合わせでそういう名前になってる。あ、確かに。はい、ということで、はい、その中に、まあ、4択で出題されて、で、まあ、YouTube のアンケート機能とかも使って、視聴者参加もできるしみたいな感じのクイズもあるんですよね。なるほど。そうっすね。まあ、結構解説がやっぱりバカ学って言ってるだけあって、結構理系チックな解説。あ、だから数の方なんですね。だから、そんなこと普通は科学者やらへんけど、はい、調べたったみたいな。そういうこと。やってることはバカなんですけども、それを科学的に解説してる。あ、そういうことね。はいはい、だから、なるほどね。ビッグバン理論と一緒か。そういうことで、ね、は理論ないからあれ逆な気がしますけど。あれ、ちなみにあの時点から2年後ぐらいに結果出します。でも5年ぐらい経ってるってことですけど。ということで、今回はですね、はい、まあ理系ですから、解説聞かなくても答え分かるだろうと。いや、全然分かるよ。全然分かるよ。いいっすよね。何言ってますか。いや、じゃあ俺ら自粛期間中にどんだけ勉強したもんてんねん。先生、お前だけやわ。どんだけ勉強したもんてんねん。何本レポート書いたと思ってんの。ということで、では、企画やっていきたいと思います。マネーゲートパスタボービズコリオリー。はい、ということで、最初のクイズ、こちらでございます。ドラえもんでしか見たことないです。ゴルフボールを飛ばす。スイカのゴルフボールの端と同時にスイカを落とす。あ、モンキーハンティングするってこと。スイカのゴルフボールの端と同時にスイカを落とす。あ、モンキーハンティングするってこと。ああ、ぽいっすね。先読み。どんな速さであのスイカに当たるだろう。これモンキーハンティングやんけ、これ。モンキーハンティングの問題やな、これ。はい、なるほど。ということで、4択でございます。ちょっとあの、物理定数欲しいんやけど、もうちょっと。なんかせめて、まあ、まあ、全部仮定して。ちょっと待って、今の中で速さを選べってことやんな。はい。これで、ね、勝負もしかして。勝負でございます。ああ、そうやね。そういう、だから、あの正解だったら1ポイント、なかったら0ポイントで、はい、最後までできなかったら、赤ちゃんと一周しないといけない。全然いいっすよ。全然いいっすよ。一番嫌よ。ちょっと待って、はい。これちょっと計算した方がいいんじゃん。これあの、手計算。なんか。勘でやる、勘でやるべき、これ。あ、手計算いきます？じゃあ、そうしましょう。これでもまあ、まだ予測立てれる問題やな。全く分からへんかと思った、俺。ただ1問目ですからね。こんなところでもね、間違えてるようじゃん。はい、では、はい、皆さん、では発表してください。はい。せーの。ドン。B。これは、はい、僕は、ちょびしてもう一回。これでいくと、全部ですね。全部。なるほど、はい。まあ、あ、全部ってのもある。僕も全部ですね。1、2、3、4ですけど。はい、はい、ということで、では。うわー、やばー、ほんまかい、これ。映画ちゃん、こんな。カメラワークいいっすね。カメラワークうますぎる。え、カメラワークうますぎへん。なるほど。なるほど。なるほど。編集。まあ、これは物理屋としてはでも当たり前じゃないですか、これ、天海くん。間違えました。普通に間違えました。え、ハンダヨープン A って嘘もしかして。まあ、あれ1年半前の話。指数関数的に減衰したからね。まあいいよ、逆に1ポイント上げるっていう感じです。あの、まあ半ですよね。半で半で半で。レイナさんは1ポイントで、え、他の2人は4ポイントです。あ、そうなんや、めっちゃ下げるやん。え、今日4ポイントなんですか。これ逆転不可能で Y イコール X 2乗みたいなことになってるやん。次の動画見てもらいましょう。はい、こちらです。ボールチェーンの端をグラスから垂らす。あー、なるほどね。どっちかな。はい、では一斉に答えをお願いします。せーの。はい、ブン、C、B、全部落ちると。チェーンっていうのがポイントなんかなって思って、金属同士の磁力みたいなのが働きそうだなと。途中で、途中で約止まるんかなと。じゃあ逆に BB はどういう理由で。これはあの固体の液状化っていうものがありまして、コップの中は水で、コップの外は固体なんです。どういうこと。固体の方が強そうなんで、みんな固体に行きたがるんですよ。だから外に出たがるというロジックです。なんか自分なんか高分子の授業でこんなん見た気がするんですよね、確かに。
なんかあの高分子がなんかビューって出るとなんかビャーって出てたんで、まあまあまあで金属も似たようなもんでしょってなりました。全然わからんかった全然わかんない全然わからんねいきますよ、はい、見ててくださいね、はい、目を離さないの、はい、いきますよ。うわー、すごいこれ、うわ、すごいこれ、すごっ、なにこれ、なんで、いやいや、これすごいわ、いや、すごい、いやなるほど、これ全く、俺全部落ちるという案もあった中で、俺、あー落ちるとは全く想像できんかったわ。ビューってあー落ちるとは全く想像できんかった、てか、俺間違えちゃいました。上キャの遊びやな、あの、なんか次3ポイント分ぐらいもらうな、俺もう勝てへんやん。でもさ、あー落ちるって予想できた、あれは全く予想できんかったわ。まあ言われたら俺はそうとしか思えないね、今はもう。結構これ深い理論やと思うよ、これ多分速さと多分重さの2つのパラメーターあるんで、多分うどんでもいけるんだっていう知りたい。あ、うどん、うどんいけると思います。だってうどんって結構こぼしたの一気にブワーっていきます。あ、確かに。あ、思いました、うどんって連れて行ったらプルンプルンって行くんだ、プルン行く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 、その理論か。あれ思い出してもよかったんか。だからか、俺丸亀製麺苦手なの。あ、そうだってさ、ラーメンはあんまイメージないけど、うどんはなんかギュンっていくみたいな。あ、わかるわ、それは確かにイメージあるわ。重さ依存なんすね。だってラーメンはチュッチャってもう止まってるやん。それはイメージある。うどんははみ出しよるあいつ。確かにそうっす、それはそうやん。それイメージある。うわ、面白いね、科学。じゃあ、両門の数を言ってた。両門やったの、今の。次の問題、ちょっと難しいんで、完璧に正解できたら2点にします。あー、そうだね。じゃあ、俺にもチャンスあるの。マジ、こっちがアイスクリーム、重曹入りの小麦粉。お前が好きな重曹や。うわー、クソ、厄介だな。電子レンジで2、あ、電子レンジでたった2分ね。はい、これ出すかな、俺ちょっと。はい、では一斉に答えをどうぞ。ペンテン。これは硬くなる。おー、ブロックのように硬くなる。重曹入れてるのに。重曹入れてるのに、なんでですか。重曹入れたら硬くならんかったっけ。重曹って膨らまし粉、つまりベーキングパウダーの役割なの。膨らまし粉か、そっかそっかそっか。僕は D で、これ答えパンになるですね。まあ、ケーキでもいいんですけど、まあ多分あえて今回は該当なしというのはあ、まあ、来てるんで、まあ、パンになります。僕もまあケーキよりもまあ膨らむじゃないかって感じですね。まあ原理としていたしましてはね、重曹の NHCO3 があの炭酸ちょっと賢い風に書くな、炭酸カルシウムと、水素と二酸化炭素に分解されて、この二酸化炭素、それはわかんねん、この CO2 がね膨らむ。 A とは違う、それってんじゃん。ケーキよりは硬くなるってこと。重曹の量にもよるんですけど、なんかアホみたいに入れてたんで、はいはい、アホみたいに膨らむじゃないかって、はい、なりました。出しとくで、今日ガイドさんはどうなるかっていう。あ、まあなんかまあ同じ感じです、もう超膨らむということで、じゃあ、はい、この人いろんなとこに押しかけていって、披露して帰っていく。ちょっと鬱陶しいな。わー、でも該当なしだ。ちなみにこれは、1週間ほど前に、2週間ぐらい前かな、はじめ社長がやっておられたので、僕は知ってました。この動画見てなかったな。YouTube ちゃんと見ましょうね。あれれ、あれれ、全顔くんちょっとヤバくない？ヤバいかも。 YouTube を見てなければ科学もできない。あなたはただのニートですか？え、全顔さん、これから2ヶ月であの脳細胞半分がいかれたかも。完全にハワイアンのガイドになってしまったな、まだ。あ、確かに、あのトゥクトゥクになってしまったな、俺。トゥクトゥクになったな、トゥクトゥクになってしまったな。脳みそトゥクトゥクしてるな、お前。ラストの問題です。ラスト、はい。俺もう逆転不可能、逆転不可能。あ、これはこちらでございます。ユーさんの脱出方法の動画や、これ。さては、はい、燃料タンクに発火装置をつけて。いや、俺分からんわ。え、マジ？どういうことやろ。はい、では答えをどうぞ。せーの、俺1/4、1/4、1/2。おお、完全なガソリンだけだとあまり満たせなかった気がする。空気中の酸素と一緒で初めて満たせるから、全部がガソリンやとダメな気がしてて、だからまあ B か C やと思うねんけど、はい、まあ C かなっていう。比率が分からへん、単純に。あ、なるほどね。単純に比率が分からへん。これは、俺のロジックで言うと、なんで C な、これ。これ、1/4で、結局、気化したものが一番危ない。どういうこと？液体につけるよりも、気体につけた方が爆発するって、じいちゃんが言ってたからさ。お前のじいちゃんすげえ。オクタンとかなんですよ、ガソリンって。
炭化水素が混じったやつなんですけど、オクタってことは何？ 8? 8とか9とか大体そこら辺の、まあ、いろんな、はいはいはい、まあ、なんかやつの混合物なんですけど、大体まあそれが1個に対して酸素がまあ大体 1.5 倍とか2倍ぐらいないと少なくともまず爆発しなくて、大体っていうことを考えると、まあ、やっぱ空気中の中でもさらに酸素の割合少ないんで、少なくとも4分の1ぐらいないと爆発限界的にはうまく爆発しないんじゃないかなってのが、はい、ということで、ではなるほどね。15対1の割合だと、そうなんや。なるほど、カラッとマジでカラかと思ったっていう時入ってました。ちょっとなるほど期待したらね。なるほど、ね、もうなんかめちゃめちゃ教育的ないいコンテンツでしたね。1個言っていい、はい、1個言っていい。あ、俺なんでいたん今日俺なんでいたん今日まあまあまた最後は僕たち間違いじゃん。いやいや、そうだけど、はい、いやちょっとお前もう爆発した方がいいんちゃうか。今回どうだったでしょうか、皆さん。身の回りにある科学をね。いや、意外とやっぱ身の回り知らんなってなった。その気象のクーロンしか知らんなってなった俺。え、じゃあクーロンですか。クーロンは分かる。クーロン9万6500円ですよね。あ、それはファラデーね。あ、そんなんは知っとんねん。そういうことじゃないよね。これどういう風に生きてたらこれを知れるんやろな。身の回りにちゃんと疑問を持って調べるってことか。いや、やってんじゃないですか。まあ、お前はなんか気象の空論ばっかで。そうやな、身の回りのこと知らんかった。そういうことやな。お前はもう身の回りモンタっていう名前でしばらくは今日から1ヶ月あの初めのあれ初めのテロップで身の回りモンタって書いておいて、ね、あ、オッケー、初めの方のテロップ、あの編集者の人身の回りモンタって書いておいて、ね